解釈の全技術クッドやマイトがあるから必ず過去のことだとは限らない、この統治がちゃんと理解できてれば偏差値70いけます。これがもし完璧にできたら理論上は和訳問題は満点なわけなんですね。もうこれどうもじゃあ篠原です。今回は英文解釈の全技術ということで、英文解釈ですね、大学受験の英語において最大のハードルと言えるんじゃないかな。この英文解釈どういうことを勉強するのかということについて話していきたいと思います。僕篠原は京都大学という大学にまあ合格して、さらにですね、自分の生徒も京都大学に何人も送り込んできました。この京都大学という大学は日本で一番和訳問題が難しい大学なんですね。英語の試験全体としては東大の方が難しいと思いますが、こと和訳問題に関しては、そして英作問題に関しては京大の方が難しい、しかもはるかに難しいと思います。この京都大学という大学の英文解釈、まあ和訳問題ですね、僕自身も解けるようになりましたし、僕の生徒も解けるようになったわけなので、この動画ちょっと長い動画なんですが、見てもらえたら大体英文解釈ってこういうことなんだなというのがわかるかなと思います。で、まずはですね、英文解釈というのは5つステップがあるんですね。まず1つが SVOC を正しく振るということ、2つ目が就職関係を見破るということ、そしてまあおまけですね、これ副詞のことなんですが、そこを見破るということで、3つ目が例外を覚えるということ、4つ目が逐語訳をし、5つ目が意訳をするというところになります。まあ日本中ほとんどの大学はステップの4番目、逐語訳をするところまでできたらまあ大丈夫です。京大の文系で、しかも英語を得点源にしようと思っている人は意訳までできてほしいんですが、基本的にはステップ4までできるようにしていきましょう。で、この動画なんですが、こちら英文解釈の技術という本があります。で、この英文解釈の技術というものの第何番に、それに関する問題が載ってるよっていうこともスライドの中のちっちゃい番号で書いてるんで、もしですねこの後実際の問題見てみたいなと、解いてみたいなって人はこの英文解釈の技術を見てみてください。ちなみに僕この英文解釈の技術の本、まあ切原書店ですが、から1円ももらってません、が非常にいい本なんで、もしよかったらこの本で英文解釈を勉強してもらえたらなと思います。さあ、まずはねステップ1、 SVOC からいきましょう。で、 SVOC を振るということ、これができないと0点と思ってください。 SVOC を間違えている場合、点はほとんどもらえなくなります。なので何が何でも SVOC は当てないといけないわけですね。 S というのは主語のこと、 V というのは動詞、まあ述語ですね、 O というのは目的語、 C というのは保護のことになります。この目的語とかね、保護とかなんやねんと、そういう文法用語ようわからんでって人は、こちら文法用語について、まとめてるリストを作ってるんで、このリストぜひ受け取ってもらえたらなと思います。こちら LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、こちらの LINE の無料電話相談というのをやっています。この無料電話相談の中で、この SVOC とか文法用語のリストを欲しいということであればプレゼントしてるんで、まあ、この無料電話相談まず申し込んでください。まずは主語ですね。主語の F なんですが、前提、大前提として動詞の前にある名詞が、主語です。まあ、何かというと I like you だとしたら、 like という動詞の前に I があるので、愛が主語ということですね。これが大前提です。もちろんね、これ疑問文になったら変わるじゃないかとかね、まあそういういろんなことはあるんですが、大前提、動詞の前にある名詞、これが主語だよと。で、名詞、まあもちろん木とかね、あるいは人名太郎とか、あるいは地名ですね、東京とかね、そういうものっていうのは基本的に主語か保護か目的語かどれかにしかなりません。だから名詞を見てもらったら、まあ動詞じゃないということが分かってもらえたらなと思います。これ言われてみたら単純なことですよね。もちろんね、トムを見て、あ、名詞だって思って、じゃあトムが動詞になる、僕は彼女をトムするとかないじゃないですか、ないと思うんで、いや、もう何も分かってるよって思うかもしれませんが、単語によっては名詞形の意味もあるし動詞の意味もあるっていう、ちょっとねややこしい単語もあるわけですよ。まあそういうのに出会った時に、あれこれって名詞なのかな、あれこれって動詞なのかなっていうことに注目する。そして名詞の場合もう V の可能性はなくなりますから、主語か保護か目的語どれになるだろうっていうことを考えていくというのが英文解釈なわけですね。で、続いて動詞の話をしたいと思います。動詞なんですが、これ覚えておいてください。まずはですね、自動詞と他動詞があります。いろんな世の中には動詞っていろいろありますが、自動詞か他動詞になるわけですね。自動詞と他動詞、
なんやねんそれと、どういうことやねんと思うかもしれませんが、他動詞というのは目的語 O があるというところになります。じゃあこの自動詞の方ですね、目的語はない場合、じゃあどういうのがあんねんっていうところなんですが、まずは B 動詞プラス C 保護になるわけですね。まあ I am a student の場合ですね、 I が主語、 am が動詞、 B 動詞ですね、 a student ということで a student が保護になるわけです。なので B 動詞はまあ O がないわけなので自動詞になることが多いんですが、プラス保護として名詞が来るか、形容詞ですね、 She is cute みたいな感じですね、彼女は可愛いみたいな感じで、B 動詞の後形容詞が来ることもあります。それ以外の可能性としては ING ですね、 I'm studying みたいな感じです。I am studying、 私は勉強している途中だみたいな感じの ING 系があったりだとか、過去分詞系ですね、受動態になるという形もあります。なので B 動詞があった時にこれってその後に来るのが保護なのか形容詞なのか進行形なのか受動態なのか、まあ、この可能性を頭の中に入れておいて読んでいく必要があるわけですね。で、そんな主語と動詞以外に保護目的語があるんですが、この保護目的語で分かっておいておかないといけないのが SVOC と SVOO なわけですね。で、この SVOC や SVOO っていうのは中学の時、まあ第5文型とかね、第4文型みたいな感じで勉強したかもしれませんが、これを取る動詞は決まってるんですね。例えばメイクですとかギブですとか、一般的によく使うような名詞です。僕ら日本人でもその与える、ギブとかね、メイク、作るってまあよく日本語で使うと思うんですよ、普段の日常会話でも。そういうやつっていうのは基本的に SVOC や SVOO を取りやすいというふうに思っていただいて、まあ文法問題集をやっていけば覚えれるんじゃないかなと思います。そして時制ですね、時制っていうのは多分中学の時結構勉強したんじゃないかなと思います。まずは現在形、そして過去形、そして未来形ですね、さらに完了形勉強したと思います。この辺の時制どれを使うんだということで、英作文とかあるいは和訳問題解くときでも勉強していかないといけないというか、まあ判別つかないといけないというところがありますが、これややこしいのがその完了形と受動態でまあ同じ過去分詞ってやつを使うんですよ。まあややこしいなと、なんやそれっていうふうに思うかもしれないんですが、まあこれややこしいんで、もう完了形なのかどうかっていうのを見破らないといけないっていうところですね。で、この過去分詞なんですが、カッコつけた形で言うと V の下に PPって書いて過去分詞だよってことを表すことがあります。毎回過去分詞って書くのめんどくさいからね。なので PP って書くこともまあ一応ありますよというふうに思っといてください。あとは SVOC を判別するときに、難しいのが AND とか OYA とか BUT というようなまあ接続詞というものが入ったときにちょっと難しくなるわけですね。で、これはっきり言います。この後大学受験いっぱい勉強していって、まあ仮に東大とか京大とか医学部医学科とか、そういうレベルの勉強ができるようになったとしても、 AND とかオアとかバットって難しいんですよ。どこまでかかってるのかっていうのは結構難しくて、ここは慣れが必要なところになります。今すぐ完璧にできるようになる必要はありませんし、かつできるようにならないと思いますが、まあゆっくりできるようになっていってもらえたらなと思います。そしてここまで知ってると超すごいっていうのが Do ですね。これね、大動詞の Do、つまり中学英語で言うと Yes I do みたいな感じで返事するときに Do を使って相手の言ってる動詞を反復しないっていう方法があったと思うんですよ。これ大動詞っていう風に言うんですが、これと全く別の強調の do っていうのがあって、この強調の do っていうのが出るとすごくややこしいわけなんですね。基本みんな do があったら大動詞の do だと思うんですよ。ところがこの大動詞の do の後にもう一個動詞があったりとかして、じゃあこの do って何ってなるんですよね。基本的に動詞が2つ続くことはありません。もしどうしても動詞がね2つ続くんだったら and が入ります。 I loveKiss you にはならないわけですよ。 I love and kiss you みたいな感じで and が入るんですが、これが do だと I do kiss you になるんですよね。で、do の後 kiss っていう、まあ動詞が2個連続したやないかと、これってどういうことってなりがちなんです。これを試験時間焦ってる時でもパンと読み取らないといけない。あ、これ強調の do だなと。で、この強調の do っていうのは、まあ、言ってる通り、こう、強調するときなんですよ。これから言う動詞を、俺は強く言うぜと、kiss という動詞を強く言うぜっていうときに do をつけるんですが、こんな助動詞っていうのを、中学でもいろいろ習いましたよね。can とかね、may とか、いろいろ習ったと思うんですが、これ覚えておいてほしいのが、
が中学の時、クッド、マイト、これを助動詞の過去形だと習ったと思うんですよ。で、助動詞の過去形だと習ったと思うんですが、実際英語長文で助動詞の過去形としてクッドやマイトが使われることあんまありません。もちろんないわけではないんですが、どちらかというと婉曲表現とかの方が多いかなという印象があります。なのでクッドやマイトがあるから必ず過去のことだとは限らないっていうふうに思っといてほしいんですね。この助動詞で中学の時いろいろ勉強したと思うんですが、プラスね、もう一個覚えとかないといけない表現があります。 B2 不定詞ってやつですね。 B2 不定詞っていうのは、まあ B 動詞の後 To 何々っていうふうに作ってやつです。で、中学の時勉強頑張った人、何々っていろんな意味あったの覚えてますかね。名詞的用法とか副詞的用法とか形容詞的用法とかいろいろあったの覚えてるかもしれませんが、それとはちょっと別のやつがあって、 B2 不定詞っていう助動詞になるようなやつがあるんですよ。で、これが予定義務可能意図運命っていうやつなんですが、予定か義務か可能か意図か運命のどれかになるっていうね、どれかの意味になるんですが、これの判断基準が文脈から読み解くしかないっていう、あの B2 不定詞っていうややこしいやつがあります。で、この予定義務可能意図運命っていうのは100回ぐらい言って覚えてください。この予定義務可能意図運命のどれかになるんだと思って B2 不定詞見たら予定義務可能意図運命で、全部5パターン全部訳してどれが一番ぽいのか、文脈上ぽいのかっていうのを判断するっていうことが必要になります。篠原の単語テストのコーナー、今回の重要英単語はこちら。意味わかるかな。正解は動画の後半で。はい、続いてステップの2つ目いきましょう。就職関係ですね。就職関係で一番大学受験で出る、そしてかつ苦労すると思われるのが関係代名詞です。まあこれ中学の時散々やったんじゃないかな。関係代名詞ですね。まずですね、スライド見てもらったら KD って書いてると思うんですが、これは僕が勝手に作りました。というのもですね、関係代名詞って長いじゃないですか。で、毎回関係代名詞って書くのめんどくさいから KD って書いてメモるようにしてました。関係代名詞で KD ですね。めんどくさいんで。この関係代名詞なんですが、まず一番最初、ややこしいですね。省略されることがあるんですよ。消えるっていうね。突如消えることがあるっていうのが、最初に超えないといけない関係代名詞の壁になります。で、この関係代名詞なんですが、中学の時やったと思います。フィッチやフーといった関係代名詞、あるいはザットですね、を使います。こっからは多分中学の時にやってないと思います。ザットには同格のザットっていうのがあるんですね。これ、ちょっと生きった文法問題集では、接続詞のザットとも書いてますが、接続詞のザットって言っても意味がよくわかんないと思うので、同格のザットと覚えてください。同格のザットとは何かなんですが、この例文をね見てもらったらと思います。 I got the news that he passed the exam ということで、彼が試験を突破したというニュースを僕は聞いたですね。このニュースというものの後ろにザットがあって、 he passed the exam っていう風にあると思うんですよ。で、これ一見すると関係代名詞とまあ一緒やないかっていう風に思うかもしれませんが、覚えてますかね。関係代名詞っていうのは2つの文がくっついて1つの文になったってやつですよね。ってことは、関係代名詞のザットであれば、後ろの文章の名詞、まあ主語だったり目的語だったりがなくなってるはずなんですよ。ところが何もなくなってないわけなんですね。この関係代名詞っぽい使われ方のザットを、関係代名詞とは別の同格のザット、接続詞のザットというふうに言います。で、これね、僕自身高校の時、なんやそれと、どうでもええやんってずーっと思ってました。関係代名詞のザットなのか同格のザットなのか、なんだってええやんってずーっと思ってたんですが、これね、何が大事かっていうと、この同格のザットって何でもかんでも使えるわけじゃないんですよ。これ、今後受験勉強やっていくとわかるんですが、同格のザットってむちゃくちゃ便利なんですね。英作文を書くときに何らかの説明をしていくときに、この名詞1個にいろんな意味をこう覆いかぶせることができるっていう、まあめちゃくちゃ便利なんですよ。めちゃくちゃ便利なんでよく使いたくなるんですが、あんまり使える名詞がないんですね。例えば今回みたいにニュースだとか、あるいは人権、ライトですね、みたいな感じの、ちょっと限られた単語は使えるんですけど、そうじゃない単語は使えないっていうね、制約があって、なので同格のザットか、関係代名詞のザットかっていうのはしっかり見破らないといけないっていうところがあります。これめんどくさいんですよ。正直高校の英語で、苦労する多分最初のハードルじゃないかな。このザットが何のザット
とかっていうのを見破るっていうのが苦労するハードルかなと思います。さてこの関係代名詞なんですが、ちょっと応用的なものがあります。まずはですね、ファットイコールザシングフィッチってやつで、これファットイコールザシングフィッチ10回ぐらい、あるいは100回ぐらい、あるいは1000回ぐらい言って覚えてください。ファットイコールザシングフィッチです。で、これは何かというと、関係代名詞をこうザシングフィッチという形で使うことがよくあるんですよ。よくあるんですが、3つも使うと、3つも単語を使うんで長いんで、ファットという一時にこうギュッとね、こう圧縮っていう時短ってするのが、ファットイコールザシングフィッチです。なのでいきなり文章の中にファットが出てきたと、でファットってね疑問文で使うんじゃねえのって思うかもしれませんが、こういう使い方も実はあるんだよっていう風に覚えておいてください。2つ目です。連鎖関係代名詞ってやつですね。でこの連鎖関係代名詞って、これ文法問題集だけで見ます。大学入試の問題ではほとんど見ません。文法問題集だけ、あるいは、私立の文法問題でたまーに出る、出たら大体みんな間違えるということで、まあ応用レベルの知識なんですが、連鎖関係代名詞ってやつが一応まああるんですね。で、これはですね、まあ英文見てもらったらと思うんですが、気をつけないといけないのが、このトム・ラブド・ア・ガール・フー・ジャック・ソートの後ですね、ワズってことで、ソート、まあ考えていたっていうものと、ワズ、B 動詞ですね、どちらにこう連続するってことで、あれってなるんですよ。まあなりがちっていうのね、が、あの連鎖関係代名詞っていう、まあただそれだけです。だから、トムはジャックが僕の彼女だと思っていた女の子を愛したっていうね、なんか三角関係の匂いがドロドロするような、まあそんな英文ですが、まあこのね動詞が2つ続くっていうのが、ステップ1のね SVOC を読み取り間違える、きっかけになりやすいで、結果0点ってなりがちなんで、まあそれにならないようにね覚えておいてください。でもまあほとんど出ません。なので、なんかそんなんあったなと、しながらそういえばそんなん言ってたなっていう風に出てきたら思ってください。で、さらにですね、関係代名詞のアズっていうことで、この後アズに関してはみっちりやります。みっちりやるんですが、実はアズは関係代名詞もなるんだということで、ああそうですかと、あまあ、あ今はね、あそうなんだへーっていう風に思っておいてください。で、このアズというのが、まあ高校英語のまあ中盤戦ぐらいですね、偏差値60から65になるにあたり、最大の壁となるハードルなので、今のタイミングではまあそんなのもあるんだなっていう風に思っておいていただいて、一旦忘れてください。で、それでまあ数十分後ぐらいにまた思い出してください。はい、続いて関係副詞ですね。これも僕は関係副詞って毎回書くのがめんどくさいんで KF って書いてました。まあ関係副詞ですね。で、まあこの関係副詞に関してはこちら、まあ高校英文法の動画でも一通り話してるんで、よかったらこれも見てみてください。関係代名詞、関係副詞ともに問題になるのが、この関係代名詞はどこからどこまでのものなのかというのを見破るのが結構難しいんですよ。で、それを見破らないといけないところになってくるんですが、これも結構慣れがいるところになります。まずはですね、この関係代名詞、関係副詞っていうのはまずあるんだと知っていただいて、で、それがどういう使われ方をするのかということを知っていただき、さらに省略されるとかね、そういうことを分かってもらった上で、さあ、あとはいろんな問題をやっていきましょう。さあ、続いていきましょう。前置か後置かってやつですね。で、これなんですが、前置っていうのは、漢字見てもらったら分かるように前にある。後置ってのは後にあるってことです。何の前、何の後なのって思うかもしれませんが、これは名詞の前か後、どっちかにあるってことですね。これはどういうことかというと、例えば、あ、キュートガールですね。ガールという女の子という名詞にキュートという形容詞が前につきました。これを前置修飾っていう風に言います。これを聞いて、いやいや、そうだろって思いませんか？中学の時、大体前置修飾だったと思うんですよ。あ、キュートガールとかね。あ、グッドティーチャーみたいな感じで。まあ前にあったじゃないですか。で、そらそうやろと思うと思うんですが、実はですね、高校英語になってくると後ろにつくことがあるんですね。あ、ガールキュートみたいな感じです。で、見たことねえぞって思うと思うんですよ。あ、ガールキュートなんて見たことない、そんなね、名詞の後ろに形容詞があるなんて見たことないぞって思うかもしれません。ただですね、例えば赤いリンゴだと、赤いという形容詞にリンゴっていう名詞がつきますよね。ところが長野県で山田さんが作った2022年最高品種のリンゴみたいな感じの長くなった時に、日本語だとこんな感じでわーリンゴみたいな感じになるんですが、英語だとアンアポフニ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 っていう風に後ろにつくことがあるんです。むちゃくちゃ長くなった時、この形容詞がむちゃくちゃ長くなった時に後ろ側に来るっていうのが後置修飾ってやつですね。なので、まあ中学までの常識では前に絶対、そういう形容詞っぽいものは来るんだと思ってたかもしれませんが、その常識は高校では崩れるというところになります。
さらに、トゥードゥー不定詞ですね。これ中学の時やったかもしれません。まあ名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法、さっきね、ビートゥー不定詞のところでも軽く言いましたが、こういうまあ3つの用法あったなーってことを思い出してください。で、さらにですね、応用レベルの話したいと思います。オブプラス抽象名詞は形容詞で、ウィズプラス抽象名詞は副詞っていうことでね、これはなんやねんっていうふうに思うかもしれませんが、実はこのオブっていうものは中学の時は何とかかんとかのっていうふうにまあ結構シンプルに訳してたと思うんですよ。で、それでいいと思ってたかもしれませんが、高校に入るとこのオブがいろんな意味があるんですね。で、オブプラス抽象名詞が形容詞になるっていうね、よくわかんねえなって思うかもしれません。で、これほとんどあの文法問題集ぐらいでしか見ないんですが、長文でいきなりこれが出た時にわーってなるんで、一応まずこういうのがあるんだと知っといてください。で、さらに同格のオブということで、これ例文もあります。 I was born in the city of Tokyo ということで、まあこれ東京という街で生まれたっていう風に訳すわけですが、これね、あののっていう風に訳しちゃうと東京の街で生まれたってなっちゃって、日本語はちょっと変じゃないですか。なので東京という街で生まれたみたいな感じで、同格っぽく訳すっていうのがあるんですね。そして最後、FV になるオブということで、この主語述語関係が発生するオブというのがあります。ここで分かっといてほしいのが、このレベルまで勉強するようになったら東大京大合格レベルです。なのでこのレベルに早くたどり着ければ、まあ、かなり受験有利になるんで、今は忘れてもらっていいんですが、2年後ぐらいにこのオブと問題演習の中で出会えたらバッチリと、東大京大合格するでしょうねという感じになります。あとはですね、 to とか enough、 そして現在分詞と過去分詞ということで、まあ、特に現在分詞と過去分詞はあの高校英文法3年分全部勉強しますっていう動画の方で話してるんで、よかったらフォローを見てください。さあ、就職関係の話をしたので、続いておまけの話をしたいと思います。で、おまけとは何かなんですが、さっき FVOC って話をしましたよね。で、この FVOC のどこにも当てはまらないもの、これがおまけです。文の構造上、主語も目的語も動詞も補語もどれにもならないよってやつ、いわゆる前置詞や、あるいは従属節と呼ばれているものっていうものがこのおまけに当たるわけなんですね。で、これはですね、僕のやり方なんですが、おまけとして、前置詞は括弧で、従属節は鍵括弧でくくってました。で、これはあのなんでこうしてたかというと、あの大学受験のね、そのよく英文の読み方でこうフラッシュを引いていくっていうのをやると思うんですよ。で、あのフラッシュ引くのいいんですけど、結果引いてよくわからないってなりがちなんですよね。まあ少なくとも僕はなってました。なので、もう前置詞はもう括弧にするとか、従属節は鍵括弧にするっていうもうルールを決めちゃって、それで毎回やるようにしてました。そうすると自分自身その誤読しなくなるんで、誤解しなくなるんで、僕はそうしてましたね。で、この従属節っていうのが基本的には2つあります。名詞節か副詞節です。多分ね、名詞節で一番有名なのが I think that なんとかかんとかってやつですね。で、これ I think that なんとかかんとかの that なんとかかんとかのところが名詞節になります。まあつまり I think の後、僕は考えるっていう風に言うと、いや、何をってなるじゃないですか。つまり I think の後って絶対まあ名詞がいるわけですよ。僕は何々を考えるっていうことでね、名詞がいるわけなんですが、そのまあ考える内容って、単語一個で言えることってあんまないじゃないですか。なので、ざっとふに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 っていう風に言って、まあ文になるというのがこれ一応まあ名詞節というところですね。で、ややこしいことにここにもざっとが出てきましたね。つまりざっとには関係代名詞のざっともありますし、同格のざっと覚えてますかね、もありますし、こんな感じで名詞節になるざっともあるわけです。中学の時ある程度やったかもしれませんが、この I think that の内容を it が一旦仮受けするということもあります。なので、まあ文法上は I think it、ざっとふにふにふにというのも一応まあありますね。文法上はね、ただ僕はまあ見たことありません。多分英作で書いても×だと思いますが、一応文法上 I think it、ざっとふにふにふにというのもまあ一応あるよ。で、あとは疑問詞で始まることもあります。それの代表的なのがこの下に書いてるフェザーですね。フェザーっていうのは、何々かどうかということっていう風に、なんかいかにもこう疑問文っぽい、何々かどうかみたいなね、みたいな感じでいかにも疑問文っぽいやつなんですが、そんな風にやって始まることもありますし、あとは副詞節ですね。何々であろうとなかろうとみたいな感じで書かれることもあります。このフェザーというのが来た時は名詞っぽく訳すべきなのか副詞っぽく訳すべきなのかっていうのがその文全体の中で決まっていくので、ちょっとねややこしいところでもあります。で、ここで注意しておかないといけないのが、もし名詞節だと分かった場合、何々かどうかということっていう言葉を書かないと、
この採点してる人は、あ、これフェザーがあるなと。で、このフェザーを名詞フェフでちゃんと訳せてるのか、それとも間違って副詞フェフで訳してるのかっていう判断をつけれなくなっちゃうんですね。つまり、ことって書いてたら、あ、この人は名詞フェフで書いてるって分かってる。丸ってなるんですが、分かってたとしても、ことっていう日本語を書かないと伝わらないわけなんです。よくね、自分では分かってるつもりなのに、実際答案を出してみたら低い点しか返ってこないっていうケースがよくあります。で、その場合は、こういう受験テクニックですね。これはもうこうやって訳してくださいっていう受験テクニックが分かってない状態で、提出するとこういう目にまあよく合うので、こういう受験上のテクニックもいくつか知っておいてください。さらに応用レベルの話したいと思います。カンマダッシュコロンセミコロンということで、これはね、かなりレベルが高い話です。というか、まあほとんど京大とか阪大とかそういう大学を受ける人しか使わないテクニックなんですが、このカンマダッシュコロンセミコロンというのが今後英語長文で出てきます。出てきた時にどうやって訳すのかというのがちょっと問題になるんですね。で、このカンマダッシュコロンセミコロンに関してなんですが、基本的にコロン、この点々ですね、点が2個ポンポンとあるやつ、これに関しては、まあ言い換えだと思ってください。で、さらにダッシュ、これもほとんど言い換えだと思ってください。で、セミコロンですね、この上が丸で下がこのくるってなってるやつ、そしてカンマ、このくるってなってるやつね、これに関しては、ほとんど日本語の句読点の点の方ですね、だと思ってください。で、カンマがほとんどこの日本語の点に当たるやつなんですが、セミコロンになるとちょっとピリオドっぽくなっていきます。どんどんダッシュコロンになるにつれピリオドっぽくなっていくっていう風に思ってください。これはあくまでざっくりした判断基準なんですが、英語長文でいきなりコロンが出てきた時に、ん？これはなんやっていう風になるのだけは避けたいので、まあ一応ね、ほぼ点でもその後まあ言い換えられた何かが来るっていう風に思っておいてくれたらなと。まあそれこそ多分 He is 木村拓哉でコロンがあって、アフェイマスアクターみたいなね、有名な俳優みたいな感じになるよというふうに思っといてください。はい、ステップ2まで終わりました。ここまでの内容が頭に入っていれば偏差値60は取れるかなと思いますが、偏差値60から70に行くためには、これから話すステップ3、例外を覚えないといけないというところになります。で、一番最初ステップ1で SVOC の話をしたと思います。必ず英文は SVOC 割り振れるんだって話したと思うんですが、ごめん、これ嘘なんですよ。あのね、SVOC が通用しないこともあるんですね。で、こういう普通の原理原則が通用しない英文、例外が多くあります。めんどくせえなと。なんでそんな例外あんねんっていうふうに思うかもしれませんが、僕らだって例外結構話してると思うんですよ。例えばですね、僕今、それってなんやねんとかって言いましたよね。まあ、いわゆる関西弁ってやつですが、これ例外ですよね。日本語の文法問題集載ってると思います。そのアメリカ人とかイギリス人が勉強するような日本語の問題集になんやねんとかないじゃないですか。ないと思うんですよ。みたいな感じで、英語もですね、結構例外が多くあります。厄介なことに例外はよく問われるんですね。というのも、知ってるか知らないかの判断基準として、この例外的なことを知ってるかどうかって出題しやすいんですよ。ここがちゃんと正確に訳すことができたら、偏差値70、まあ東大、京大いけますよって感じになるんですが、ここをしっかり訳せないと、まあなかなかね、そういう宮廷大レベルとかはいけないというところになっちゃうので、まあ頑張っていきましょう。まずはですね、ゼアイフなんとかかんとかってやつ、これ中学の時やりましたよね。どこどこのこれこれがあるってやつなんですが、これよく考えてみたら、ゼアイズでその後名詞が来るっていう疑問文っぽい形なのに、ハテナがついてないですよね。なんかよく考えてみたら例外ですよね。うん、みたいな感じで、まあ例外つってもこの程度です。まあね、一回知ればへえ、まあみたいな感じになるんで、まあとりあえず今この段階では知っていただいて、まあ、ある程度頭に入れといていただいて、次実際の問題出てきた時に思い出せるかどうかというのが鍵になってきます。はい、これもね、中学の時やったんじゃないでしょうか。 Not only A but also B ってやつね、 A だけでなく B もってやつやったんじゃないかなと思います。まあこのレベルです。さらに高校レベルになると Not A but B、 A ではなく B っていうような表現もあります。はい、でさらにですね、そうざっと構文ってやつね、これはね、多分中学の時やってないんじゃないかなと思いますが、そうざっとというのを使って、一定の意味を表すことがあるんですね。例えばですが、これ実際書いてる何々するほどにとか、時の何々なんでとか、何々するようにとかね、いろいろ書いてると思うんですが、まあよく訳せるところとしては、そうっていうのは日本語のそんなにもみたいな感じなんですよ。なんかそう、そんなにもってなんか似てるじゃないですか。それで思っておいてください。だからそんなにもこれ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 なのでざっと以下ってよくなるんですが、まあそうイコールそんなにもっていう風に思っておいてください。さあ、そしてですね、形式主語構文と強調構文ってやつで、
これがね課題なんですよ、非常に大きい課題の一つなんですが、まずはですね It is good that you understand this っていうことで、あなたがこれを理解することは good ですよっていう風な英文があります。これはさっきね that というのが名詞節になるよと、で it で受けることもあるよっていう話をしたと思うんですが、まさにその形なんですね。 You understand thisis good であるよという形です。あるいはもう一個文があると思います。 It was my brother that broke it ということで、これは私の弟だ、 that broke it、 これを壊したのは弟だみたいな感じの文がありますね。これが強調構文ってやつです。で、重要なのはこの that 以下なんかおかしいなって思いませんか、主語がありませんよね、つまり、broke、まあ、break ですね、壊すという動詞であれば I break this みたいな感じで主語、述語、目的語が必要ですが、主語がありませんね。まあ、これがまあ my brother に当たるわけなんですが、あれと、いやほぼ関係代名詞やないかいっていうふうに思いませんか。ほぼ関係代名詞なんですが、これね It was 何とかかんとか、あるいは It is 何とかかんとかってなったら強調構文っていう別のやつになるんですよ。まあ何かというと、今回のやつで言うと、それを壊したのは僕じゃないんです、弟なんですとか兄ちゃんなんですっていう、その誰がやったのかっていう何かを強調したい場合、この It was、 それはこれ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 だざっと以下ってなるわけです。って思うかもしれませんが、例外的な表現としてこの強調構文っていうのはめちゃくちゃよく出ます。めちゃくちゃよく出るんで必ずできるようにしないといけないんですが、かなり難しい、判別をちゃんとするのが難しいところでもあります。一応ですね、この It is あるいは It was のふにふにふにのところに入るものが形容詞であればいわゆる形式主語構文ってやつになりますし、副詞だったら強調構文になることもあります。で、名詞であればざっと以下に足りないものがあるかどうかないんだったら強調構文ってなるんですが、これね今口頭でバーッと言われてもしんどいと思うんですよ。で実際こんなこと頭で考えながら読む人あんまいません。どちらかっていうと読みながら、あこれはこうだなっていうのが直感的に分かるようにならないといけないんですが、まずはこういうのがあるんだというのを知っていただいて、今後ちゃんとやるぞっていう風になったらまたね勉強してもらえたらなと思います。はい、続いて分子構文ですね。分子構文というものに関しては、まあ、高校英文法の方を理解する動画でも話しました。で、今回例外として押さえておいてほしいのは、独立分子構文です。独立分子構文というのはほぼ熟語です。一応ね、文法上は分子構文だよっていう形になってますが、ほぼほぼ熟語のようにポンと使われる、いきなりポンと出てくる、まあなんかカッパの川流れみたいな感じでね、いきなりことわざが出てくるように、いきなりこうポンと使われることがあるっていうのは独立分子構文です。これはね、覚えとくだけで点になるんで、しかもよく出ますから、独立分子構文が出てきたらここは点数の宝だと、宝箱みたいな感じだというふうに思っておいてください。はい、そして付帯状況の with ですね。付帯状況の with ってやつは、with にはですね、いろんな意味があるんですが、その意味のね、一つとして、付帯状況ってのがあるんだよというふうに思っておいてください。まあ、要するに、これ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 で、さらにこれ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 みたいな、二つのね、この状況が並列しているような時に使うんですよ、この付帯状況ってやつ。まあ、そういうのがあるのかっていう、その分子構文ってやつの一つの、まあ、テクニックとして、付帯状況の with ってやつがあるんだなっていうふうに思っておいてください。はい、そして中学の時もちょっと嫌いだったかもしれません。比較級ですね。この比較級なんですが、高校で習う一番難しいやつがクジラ構文ってやつです。はい、実際これスライド例文がありますが、A が B でないように C は D でないっていうね、クジラと魚のね、構文があるんですよ。で、これめちゃくちゃ有名なクジラ構文ってやつなんですけど、難しいんですよ。難しいというか、忘れるんですよ、すぐね。忘れるし、で、出ないし、で、出てきた時には忘れてるしっていうね、やつなんですよ。みたいな感じで、比較級っていうのは例外的な表現。まあ、今回もこれ、知らないと意味が分かんないと思うんですよね。意味が分かんないと思うんですが、このノーモアって何やねんとかね、ザンって何やねんって、まあ、比較級の勉強で、中学の時ある程度やったと思うんですが、でも何やねんっていう風に思うと思うんですよ。大体モアの後って形容詞だったと思うんですよね。モアインポータントとかね、形容詞だったと思うんですが、なんかアフィッシュとかで名詞来とるやんけとかね、よく分かんないと思うんですが、こういうクジラ構文っていう例外的な表現だとか、他にも比較級にはいろんな例外的な表現もありますし、難関大になるとこれがリスニングで出ます。リスニングで出た時にこれはって考えてる時間ありません。なので、ある程度覚えておいて、あこれはあこれこれだなって直感的に理解する必要があります。さらに仮定法、そして和法ですね。実際英語長文では和法はあんまり出ません。でも仮定法はよく出ます。なので仮定法は分かっておかないといけないですね。で、応用レベルです。省略統治二重否定ということで、厄介なのが省略、そして統治です。まず省略に関してなんですが、ちょっとそれ取ってっていう時あるじゃないですか。まあこれって一応それ取ってっていう、一応命令文の形、まあ take it ですよね。take it
言ってるに、まあ、等しいんですけど、この一頭に当たるところがないっていうことがあるんですよね。実際この英文で言うと、最後のアフィッシュ、これがなくなってるんですよ。で、これよくあるんですよね。このなくなってるっていうので、これおかしいじゃないですか。あ、ホースイズで終わってるっておかしいよね。 B 動詞の後必ず何かあるっていう風に話しました。でもないんですよ。これ例外的な表現です。省略されてるんですね。こんな感じでなくなるということがよくあります。ただね、これややこしいんですが、僕ら日本人でもよくやるでしょ。取ってっていう時、それって言わない時、あるじゃないですか。なので、まあ俺たち日本人もやってるんで、ネイティブがやってもまあ文句言わず勉強するしかないというところです。そして統治です。この統治がちゃんと理解できてれば偏差値70いけます。まあどういうものかというと、まあ例文ありますね。 I have never heard such words っていうことで、僕はそんな言葉一回も聞いたことないよっていう英文がありますが、これを強調したいとき、ほんまに一回もないねんと、一回もそんなこと言ったこの前聞いたこともないっていう時に、 never って最初に持ってきたい感じしませんか？なんかこう決してっていう、なんか強調の感じあるじゃない、みたいな感じで、こう never っていうのを最初に持ってきた時に、この never と have っていうのが仲いいんですよ。仲いいので前に踊り出ます。never have になります。で、その後は I ですね。主語の I が来て、で、まあ、動詞の hard が来て、such words っていう風になるんですよ。これ、まあ、この have が踊り出るとか、never と have が仲いいとかっていうのがね、まあ、はーんっていう風に思うと思うんですが、今回これを聞いてですね、おそらく、この統治が出るのは、1年後か2年後だと思います。1年後か2年後ぐらいに、この統治があった時に、はぁってなるんですよ。意味がわからんと。なんでこんな文の形になってるんだって思うんですが、これはですね、統治という形で強調の表現の一つなんで覚えておかないといけないし、これがしっかり分かれば偏差値70いけるんで、偏差値70以上を狙ってるっていう人はぜひ頑張らないといけないところになります。そして高校英語の最後の壁と言っていいんじゃないかなと思います。アズの用法ですね。このアズというのはめちゃくちゃ意味があります。めちゃくちゃ意味がある上に、たった二文字なんですね。たった二文字なのにむちゃくちゃ意味がある。毎回どれなんだろうって思ったりとか、これってどんな意味だったっけなーっていうのを思ったりとか、ややこしいんですね。このアズの用法というのはむちゃくちゃ難しいんで、まず一旦ここで一通り勉強しておいて、で、一旦忘れてください。で、この後、いろいろ高校生生活やる中で、その場その場でいくつか出てくると思います。その度に、あ、そういえば、アズの用法っていっぱいあったよな。そのうち一つが出てきたな、というふうに思ってください。まずはですね、接続詞のアズですね。これは何々するに触れてというアズがあります。まあ、as time went by, I become older ということで、時が過ぎゆくに触れて、僕は年を取るっていう文章です。何々するに触れて、まあ、時が過ぎるに触れてってやつですね。で、もう一個、do it as I told you っていうことで、僕があなたに言ったようにやりなさい。まあ、指示した通りやれみたいな時に、何々するように何々した通りにというas もあります。さらにですね、理由が来ることもあるんですよ。つまり because の代わりとして使うこともあるんですね。みたいな感じで、何々するに触れてだとか、何々した通りにだとか、あるいは何々だからっていう、まあいろんな意味が接続詞だけで3つあるわけですね。ちなみにこれ一部です。よく使う3つだけ言いました。他にもまだあります。さらにですね、決まり文句ですね。これは as a child、 子供の頃みたいな感じでこうポンと使うことがあるんですよ。さらにですね、比較級、まあこれ中学の時もやりましたよね。比較級でアズいっぱい使ったと思うんですが、こういう決まり文句のアズっていうのがあったりだとか、あと前置詞のアズですね。何々としてのアズっていうのがあります。実際の例文で言うと、I do my job as a genius of education、 僕は教育の天才として仕事をやっていますですね。僕はしながら自分自身のこと教育の天才だと思ってますし、実際いろんな生徒を受からしてきてますが、まあ、こんな感じで何々として、というふうに使うこともありますし、あるいはもう一つの文ですね。 I regard this book as a dictionary ということで、僕はこの本を辞書だとみなしていますみたいな感じで、何々だとみなすという表現もあったりとかします。こんな感じで前置詞としてのアズの使い方というのもあるんで、今回ね、今話しただけでもう6個ぐらいありますよね。がまだまだ出てくるんですよ。で、出てくるたびにややこしいし、しかも決まり文句のアズがあったりとかして、さらにね、ちょっと前に話したの覚えてますか？関係代名詞のアズがあったりとかね、まあややこしいんですよ。ややこしいんですが、出てくるたびに、あ、そういうのもあるのかと思っておいていただいて、だいたい高2の終わりぐらい、過去問にチャレンジする直前ぐらいに1回アズを整理してもらって、で、
さ、過去問にチャレンジみたいな感じにしていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでステップ3、例外の話をいくつかしたんですが、最後ステップ4、そしてステップ5、筑後訳をするということと意訳をするというところがあります。で、このステップ1、2、3といろんな勉強をしてきました。まずは SVOC を正しく振りましょうというところ、そしてその次の段階、就職関係を見破りましょうということ、そして例外的な表現があるんでそれを抑えましょうっていうところを話しました。これがもし完璧にできたら、理論上は和訳問題は満点なわけなんですね。もうこれで満点は取れますよと。ただ SVOC が完璧で、単語の就職関係も完璧に分かってて、かつ例外的なことが抑えられていたとしても、なお点数を引かれるところがあります。それは何かというと、その英単語の意味を知ってますかというところなんですね。まあ今回ね、例文の中で使った単語っていうのは意図的に簡単な単語、まあ多分知ってるだろうという単語をほとんど使いました。ところが実際大学入試では知らない単語が出てくるんですね。まあこの単語の意味分かりますかっていうような問題が単発で出るってことはあんまりありません。どちらかっていうと、国立だったら和訳問題の中に、まあ知らないかなと思うような単語を入れてみたり、ちょっと難しい単語を混ぜてみたり、あるいは私立大学の問題だと、この単語の意味と似た単語の意味のものを選びなさいみたいな問題が出たりするわけですよ。まあ何が言いたいかというと、このステップ4の段階で単語力というのが純粋に問われていくことになります。もちろん単語力は覚えてれば点が取れるんですが、覚えてないと点を容赦なく失うというところなんですね。せっかく和訳問題として SVOC 取って例外も覚えて文法的なところが完璧に分かってたとしても、単語を1個間違えると1点か2点引かれていきます。1点2点と引かれていくと、気がつけばもうほぼ0点に近くなったりとかしてるんで、まずは筑後訳ですね。主語は主語として、動詞は動詞として訳すということをやらないといけない。これがステップ4です。さっきね、動画の途中で話しました。実はですね、この筑後訳がうまくできないって人多いんですよ。つまり添削を受けてないとどうなるかっていうと、せっかく文法的な意味が分かってたとしても、それをアピールしてないわけですね。僕ここの構造分かってるんですよ、これはちゃんと主語として訳してますよってことをアピールできてるような和訳にしないといけないんですが、それができないということがよくあります。なのでこのステップ4の段階ではぜひ添削指導を受けてください。さらに、京大の文系行きたいという人、あるいはかなりレベル高い大学を目指している人は、できれば持っといてほしい能力が意訳の能力です。一応 SVOC はちゃんと取れるんですと、分かってるんですっていう段階が完璧にできて、筑後訳しろと言われたらちゃんとできるんだけれども、筑後訳をすると変になるっていうことがあるんですね。まあこれの筆頭が京都大学なんですが、京都大学っていうのは筑後訳ちゃんと一言一句訳していくと変な日本語になります。で、一応変な日本語でもちゃんと点はもらえます。もらえますが、意訳できたらもっと高い点もらえる可能性があるんですね。というのも、一応大学受験の建前っていうのは、SVOC がちゃんと取れて、文構造がちゃんと把握できてて、例外的なことも抑えれて、単語が分かってれば満点なんです。もう100点なんですが、もし、意訳ができれば、パッと読み終わるんですよ。スッと読み終わるとどうなるかっていうと、細かいミス、気づかないんですね。もし、筑後訳をしてるとどうなるかっていうと、日本語として変なので、ちゃんと見るんです。ちゃんと一個ずつ見て、あ、ここはこう訳してる、ここはこう訳してるって見るんですよ。で、そうすると細かいミスをしてたらバレるんですね。あ、間違えてるな、あ、ここ違うな、はい、1点マイナスみたいな感じでなるんですよ。これどうしても細かいミスっていうのはバレますので気づかれるんですけど、意訳してるとさっと読み終わる。もう日本語の感覚でふっと読み終わるんで、あ、間違えてないなってなるんですよね。この意訳ができると、細かいところで点を引かれなくなっていくので、まあ、僕の生徒大体京大英語むちゃくちゃ得点源になるんですが、特に文系の生徒は意訳まで教えてるからなんです。もう京大の採点官、たくさんの人の答案見ないといけないから、一人一人ちゃんと読まないんですよ。こうスパッと読んで、オッケーみたいな感じで、もう高い評価をもらえるみたいな感じになっていきます。なので、京大を文系で受ける場合、ぜひ意訳までできるようになってことをお勧めします。ただですね、これ勘違いしてほしくないのは、あくまでステップ4ありきですからね。ステップ4の後ステップ5があります。ステップ4の筑後訳ができないにもかかわらず、意訳をしてしまうと点数結構引かれます。ステップ4がちゃんとできてから意訳の勉強をしていきましょう。篠原の単語テストのコーナー、解答編。この単語の意味、正解はこちら。重要な単語だから覚えておこう。はい、ということで英文解釈の前技術でした。
今回話した動画でほとんど大学受験の英文解釈出てくるものは抑えれてるんじゃないかなと思います。あとはここまで話したことを実践の場で使っていき、いろいろやってみて、あ、ここはこうなんだなとか、ここはこうだなっていうことを肌感で覚えていきましょう。今回話したようなことここで考えながらいちいちやってると大学受験時間足りません。パーッともう自分のものにして、その血となり肉となりやっていかないと間に合わないんですが、まずはここで理解しましょう。ここで理解した後、それを体に染み込ませていくという勉強が必要になってきます。今回ですね、文法的な用語をいくつか話していきましたが、ちょっと正直ね、文法用語あんまり分かってないよって人はこの文法用語のリストをもらってください。この LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、そこから予約制でこちらの無料電話相談やっています。ぜひこの無料電話相談の中で文法リスト欲しいということであればプレゼントしてるんで、今のうちに申し込んでください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。